はい、ということで、ちょっと待ってね。あと目標達成まで23万256ポイントとなっているので、みんなで頑張っていきましょう。アナのコスプレかな、そうでーす。アナでーす。アナと雪の女王のアナ。道の旅へー。この衣装じゃなかったよね。道の旅へーの時。よ。今日はお昼のイメージということでアナでございます。皆様、お昼ご飯は食べましたか？今日は私はまたまたピザでした。美味しかったでーす。奥さんに私この間ピザ食べたいって言ったから通じたのでしょうか。よかった。ということで今日も皆さんよろしくお願いします。はい、あ、自己紹介してなかったね。皆さんこんにちは、こんにちは。トトイケならどちらのユニットホワイトラビットのツムピョンです。よろしくです。デリバリーピザかな？デリバリーピザって言うのかな？あれは。置いてあったよ、家に。できた！あ、こっち塗るんじゃなかった。わかんない。できたー。今、あーちゃん塗り絵を完成しようさせようとしております。こんな感じ。ちょっと進めた。さっきの、57分くらいからやってるから、まだ6分くらいしか経ってないけど、結構やってよ。みんなにどんどん抜かされていったから、私が頑張っていこうと。ちょっと下に行こう。はい。ということで、今日も皆さんで一緒に楽しんでいきましょう。はい、ということで、やろう。次の順位の人との差がどんどん縮んでってるから、みんなで、ね、その差をね、もうちょっとね、どんどん広げていこう。広げて。トゥットゥかわいいぴょん、みつあみかわいい、ありがとう。みつあみひろこさんまだ食べてないので配信見ながら食べます。じゃあちょっとあれですね、ちょっと笑って吹き出さないような話とかをした方がいいということでございますね。ふふふ。早速皆さんお星様いっぱいありがとうございます。後ろのバイキンマンの角みたいなの何？これね、アリス公園の、歴代のアリス公園で使ったやつ。すごくないですか？あやたん、こんにちは、こんにちは、あやたん。あやたん、こんにちは。じゃんけんさん、50巻と完了、ありがとうございます。これアリス公園だよな。そうそうそう。もこちゃん、こんにちは、こんにちは、もこちゃん。やほやほ。今日はね、むっちゃ工夫してないよね。最終部位ってドドンって書いてあるだけだもんね。もうちょっと工夫してもよかったのだが、工夫せず。テーブル代わりに椅子を使おうよ。よし、これで OK である。ハートの女王の杖ってことね。その通りであります。あきぴょん、こんにちぴょん、こんにちぴょん。 ちなみにショールームとの時差はどれくらいなのだろうか。
と雪の女王の服装だよ。これアナです。このマントを取ったらわかりやすいかな。マント、マントのイメージあると思うけど、これマント取り外せるけんね。よっ、はい、ちょっと取ります。ほら、これでザ・アナって感じじゃない。ほら、アナ茶髪だったらこれ 100% だったの。ててててみなさんは今年のアナ雪2見ました？私は見ましたぜ。面白かったな。やっぱつぶ病は三つ編みが似合う。かわいいピー、ありがとう。三つ編み、私も三つ編み好きなのだが、さあ、つぶさんさ、こう、お団子とかやってみたい。ちょっとこれ短いけど、黒柳徹子に見えてきたんだけど、ね、ほら。こう。短いのあんまり似合うかな、似合うかな。こう、三つ編み。じゃなくて、こうさ、一個上にお団子とかさ、やってみたい髪の毛。で、髪型でやってみたいな。あ、あとは、編み込み？私あれあんまやったことないんだよ。奥さんが凝ったヘアスタイルはなかなかやってくれないから、やってみたい。はい。よっ。パソコンでは1時間までしか配信できないんで、今日も1時間みっちり配信したいなって思ってます。よっ。ワイさん、50粒と雪の女王、50粒と雪の女王、アナと雪の女王じゃなくて、50粒と雪の女王。ありがとうございます。さあ、今年さ、なんかさ、東京行けるんかな？なんか、ほわらびで、今年の夏もなんか東京でイベントやりたいねみたいな話しとったけど、なんか行けそうな雰囲気でもなくない？つぴょんツイッターに1位取るぞーって書いてあったね。そうだよ、絶対1位取ろうね。よし、オッケーか。できたー。ヨッピーは貢献度1位取るぞー、頑張ってピーちゃん。ちなみに今ピーちゃん現在1位でございます。おめでとうございます。あれツーピョンの知り合いがツムセンチャイ、ツムレンジャー、トライイエローのトラ吉になっとるよ。ということや、やっぱりあれだったんだね、ピーちゃんだったんだね。なんとなく分かっていたよ。確か、トラはピーちゃんだったはず。
やっぱりみんな引きこもり状態なのかな。いや、私はそんなことではないが、まあほぼ引きこもっとるか。引きこもってる。お布団の中に入って引きこもってるのではなくて、ずっと私はパソコンの前で買って、昨日から7つの大罪を見始めたんだよ。で、7つの大罪を入り子を食べながら、うわぁ、めっちゃこのキャラかわいいと言って、2週目に行ってます。2年前くらいに見たんだけど、内容を思い出せなくて、ちょっと友達におすすめされたんで見ました。おもろいよ。おすすめです。今日はみんないっぱい配信するんで、ぜひ見てあげてくださいね。ちなみに私はラストに配信します。よっ。定期、星投げ2周お願いします。算数じゃないんだ。そして、2周の週が違う。ふふ。ついには気づいてしまった。ピーちゃんの2周の週が違うことも。ラストはエルサになるのかな？おぉ？なんだ、どうでしょうか？やばっ！いや、めっちゃいいんですけど、めっちゃ可愛いんだけど、これ。あちゃんが可愛い。これでそろそろ完成であります。キュッキュッキュッ。オッケー。あと家を塗るだけ。これかな？違います。じゃあつむぴょんがつむぴょんの漢字検定、イエーイ。つむぴょんはまあまあ漢字が苦手なのだが、そういうことにはちゃんとしっかりしているので、結構覚えていることが多いのです。簡単な字ならほぼ覚えているので、結構間違いを見つけることも結構あります。ということで、今回、教える漢字は、あれ？今回教える漢字は、こちらです。ででで、こちらです。しゅうという漢字です。先ほど、星投げ2週というのを1週間の週にしています、している方がいらっしゃいましたが、星投げ1週というのはこちらの1週となります。世界1週などの1週です。はい。ぜひ覚えて使ってみましょう。はい、終わりでーす。きょぽんさん、こんにちは。こんにちは。皆さん分かりましたか？たくさん難しい漢字がありますけど覚えましょう。診療を取ればいいのね。先生ありがとう。そうです。よく間違えるような漢字だの一つだと思うんで、ちゃんと覚えてくださいね。はい、つむ先生。いやー楽しかった。で、いや、ちょっと金八先生っぽくやりたかったけど、金八先生私見たことないけど分からんわ。なんか美味しそうなものを片手に、漢字の授業かな、漢字の授業のシーンとかもあったのかな。
へえ、お家ってどんな色がいいかな。窓の色は水色。チュム先生。ルルル。よし、できたなのです。キラリンチョ。ロメンバーさん、ツーぴょん、こんにちは、ショールーム頑張ってぴょん、ありがとうございます。ということで、今日何しようか。スーピョンの、つべぴょんこのあーちゃんの塗り絵、迷っている。次何色にしようか。ここで困った時には、ミトピョンファンクラブ私第3号だけ第3ちなみに第1号はミトピョンらしいぜ。第2号は勝手にうちらが決めたけど、ドラえもんを呼ぶ感じだね。なんかそれよりトゥードルズの方じゃない。キョッポンさんはこれはですね、あのカウントカウントありがとうございます。はい、じゃあやっていこう。はい、ちょっと汚れてしまったホワイトボードの膜をきれいに可愛くデコレーションしたいと思います。ここにあるこのジャラジャラいっぱいあるビーズを使って、よし、ミトピョンのファンクラブ会員です。リカちゃんこんにちは、リカだよ、リカちゃんよ、オッケー、あ、ピンチ、あー、ついちゃった手にボンドくんがついちゃった。オッケー、ナイス。
ひょうぽんさん、50つむぴょん、50つむぴょん、ありがとう。もちろん、使うのりなどは、もちろん、ボンドでございます。木工用接着剤が本当の名前だけど、みんなに今までずっとボンドと言われてきた、ボンドくん。そして、どんどんつぶぴょんの手にペトペトついていく、ボンドくん。ハラミファンクラブなくなっちゃったので、今は一般人です。でも心はホワラミの人だよ。大丈夫だよ。自分の中でホワイトラビッツ会員を作っておけばいいのさ。おー、つぶさんいいこと言う。みとぴょんとお話できるのを楽しみにしてます。だって。まこちゃん。ありがとうございます。実はこっそり昨日。YouTube ありがとうございます。見ました今日。いや、ちゃう。実は昨日こっそり奥さんな、みんなとお話ししてたもんな。あ、夜？夜。あ、夜の配信か。だな。昨日こっそり。クロピーさんの。本当にダラダラ配信だったっけ。700人来られたからびっくり。そうそうそう。お菓子片手に、みんな。でも私はあれだったよ。あの、お肉と、カツオのたたきとタコを 手に食べました。あ、間違えた。ここに貼るつもりなかったのに。YouTube 生配信、YouTube ではなかったね。ショールームだよね。そうそうそう。ズーム失敗したから。そうそうそう。テスト。そうそうそう。テストしとった。いやー、おもろかったわ、あの配信。気づかなかった。きつくなかった。でもあの配信面白かったね。YouTube 配信ならそのまんま動画に残るのに、ね、そうなんですよな。確かに。あ、でもテストのとかアップする予定なのでお楽しみに。めっちゃ個人情報とか入ってるよ。クロピーさんもね。あ、私も顔出しちょっとしてたかな。うん、映ってるかも。みとぴょん顔出ししてたの。昨日はしてないよな。YouTube テストの時かな。テストの時は顔出ししとったよ。コロピーさんの画面が出なかった、ね、そうそうそう、失敗したけど。声出しだ。声出ししか、ラジオ配信しかしてない。マコピーとリコぴょんとツムぴょんとクロピー。そう、だからもう顔出してないからね。全然、うん、おもろかったね。もうマコピーとずっと乾杯しとったんです。水でね。イエーイって。途中サラピョンも出てきた。サラピョンも出てきた。あの後すぐ寝たけど。眠くなった。そうそうそう。田んぼの仕方の合間に見れないから録画できない。え、合間にしか見れないから録画できない時もあるぴょん。あ、田んぼの仕事。あ、今お米作りかな、もしかして。なるほど。頑張ってください。頑張ってぴょん。美味しいお米を作ってください。美味しいお米が食べたいぴょん。
コアラビ1、2を競う食いしん坊つむぴょんが食いしんよく食べるよね。奥さんよりよく食べます。よく食べる。あ、よっぴー、まこちゃんも出演したの、うん、またブログに写真アップします。ブログに写真アップします。よっぴーさん、違う違う、まこちゃんそう マコピの方が出演してたね。こっそりね。うん。惜しいね。惜しかった。あっちのマコピーか。ややこしい、ね。ややこしや。楽しかったわ。盛り上がってる。夜配信盛り上がったね。みんなでイエーイって遊んだ。よっ。僕もつぶぴょんの隣で出演したい。できましたー。今やってます。ちょっと汚くなっちゃったホワイトボードに可愛くデコレーションしようキャンペーン。あ、273人の皆さん、あ、9人の皆さん、こんにちは。卒業生と違うユニット、ホワイトラビッツのつむぴょんです。よろしくお願いしまーす。イェーイ。イェイ。イェイって。つむぴょんの部屋にゲストで呼んでほしいっぴー。ゲストで。よ。行けた。そのソファーに座りたい。ここのソファーはモフモフやで、モフモフ。めっちゃ痛くなるくらい。ちょっと待って、ストップ。カモンベビー、ここら辺がすごく汚れてる。そう。どうしたん？ついて。なるほど。徹子の部屋のネタだよ。トゥ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 。ジャンボジェット機のビジネスクラスのソファ。そうなの？もう、うちらはここら辺で寝てたり、ここら辺をトランポリンしてたり、ここの枠のところをあのスパイごっこ的な感じで渡ったりしとるけん。つかない。
これで OK。 よ、今つむぴょんさん頑張っていらっしゃいまして、一番ハートが塗りやすいけど、そしたらヤッホーつむぴょん、ヤッホーヤッホー。今日は今ちょっと汚れたホワイトボードにをおしゃれにすべく頑張っています。ものづくり楽しそう。楽しいよ、結構。さあ、私今気になっとるのさ、瀬名彩ちゃんがやっとったやつ、あれめっちゃやってみたい。お城絶対私、不器用すぎてできんけんさ、逆に面白そう。と、つむぴょんは思ったので、あれ。あと、ももぴょんの着せ替えとか、ももぴょんが着せ替えみたいなのやってたから、家にあるから、それやってもいいなと思ったかな。アピさんの時間と完了、ありがとうございます。ピーちゃん、つんぴょん遊びたいよ。できたー。ほってってけてー。こう反対にしたら同じ柄になるように工夫しました。つむぴょんと遊びたい、お年頃。なんか、遊べるものないかな。奥さん、なんかさ、みんなと遊べるものない？できたんだけど。え、それだけ？寂しくない？いや、まあ、クイズとかは？え、クイズは何回もやってるからな。人形遊び？あ、じゃあ、あのさ、あれ、着せ替えのやつとか持ってくるとか。着せ替え、あれどこにあるっけ。私のケーキの箱の中にあると思う。あ、はい、じゃあ、みんな、つむぴょんと遊ぼう。こういう時のために取っておいたのだ。ぴょん、そろそろおねんねの時間がやってきたようです。では皆さん、おやすみなさい。コロン、野球系みたいなことするの？野球系みたいなことはしないと思う。あ、奥さん、やっぱりいいわ。いい、どうぞ。でも置いとくよ。え、うん、いいじゃん、これ。これ、まこちゃんとかさ、ピーちゃんとか名前つけて遊んだらどう？じゃあ、一個いる。男子。うん。もう愚ちゃぐちゃになってるでしょ。なんか、胴体とかしかない。胴体。顔がないよ。顔？顔がない。いや、当たり前でしょ。なんか人みたいなやつにつけるんですよ。それ。あ、そうなんだ。46ポイント完了。ありがとう。クイズ、クイズ、何のクイズだって。え、もうクイズにしちゃうの？あ、はい、奥さん、うのえ、片付けなきゃ。またトランプでさ、トランプあるかな、うん、ババをこうやってつむちゃんは裏見せといて、うん、ババアどれだって当てるとかでもあるかな。でさ、私これがいいんじゃないかなって思って言ってシャッフルして、うん、で、これは何でしょうって10枚くらいこうみんなにもう数を出しちゃっといて、うん、その中でも一つだけこうやってあの私だけ見えるように出して、うん、じゃあこれは何でしょうみたいな。で、それってうのでもいいの？うのでもいいよ。トピョンクイズ、そのマイメロは僕だと思って可愛がって、だってマイメロどこに行った？私のあった、可愛い、めっちゃモフモフなんだけど本当に。
ちなみに私はサンリオの中では誰が好きでしょう。誰だろう。ピースだよ。ミトピョンクイズ、まこちゃん。ねぴょん、おわらびクイズ、ありがとう。ねぴょん、お昼休憩、ちょっとだけだ。ちょっとだけ来れました、ありがとう。キャー、ありがとう、ピー。なんだと思う、私の一番好きなサンキオキャラクター。なんだと思いますか。もはもはなんか、これぐらいしかなかったけど。いいよ。いいじゃない数字当てクイズで。数字当てクイズ、うん、色と数字当てを駆使するね、うん、じゃあよし、できた。マイメロじゃなかったら逆にショック。実は私はちっちゃい頃からこのキャラクターが大好きっていうわけじゃないけど、何年生くらいかな、3年生くらいの時に好きだったかな。じゃあ答え言うよ。おいが、おいでくられた。あーごめん、みーちゃんごめんね。答えは、なんと私はポムポムプリンが好きなんです。ポムポムプリン。ポムポムプリンが好き。ケロケロケロッピー。あ、ケロケロケロッピーもいいよね。私シナモンとポムポムプリンが好きだな。めっちゃシナモン好き。かわいい。ということで、でででん。皆さんにはこれを覚えてもらいます。緑の7、青の1。こっちか。覚えれました？ 4、8、1、7 わかりましたか？はい、じゃあ隠します。4、8、7、1ですよ。よし、じゃあめっちゃ星投げてくれた、つんさん、ありがとうございます。1、2、3、4。じゃあ、4。じゃあ、投票。4、7、1、8、そうです、そうです。いくよ？シャッフルしまーす。よし。じゃあ、これだ。さあ、これは何でしょう？あ、三井さん、2週間中、お届け完了。ありがとうございます。じゃあ、投票です。じゃあ、このカードが4だと思う人が、あ、ちゃうわ。1もあったよね。っていうことは、待ってよ。ごめんね。このカードが1だと思う人は、1。このカードが2だと思う人が、4。で、そして、ごめんなさい。これおかしいよね。全部投げちゃいけんけんな。もうちょっと聞いててね。まずこのカードが1だと思う人が、1。このカードが2だと思う人が8です。このカードが8だと思う人が2だ。で、このカードが、7だと思う人が3。で、このカードが、4だと思う人は4で投票お願いします。もう投げた。さあ、7だと思う、みんな。ダメやで、全部投げちゃう。みんな7と思う、このカードが、1だと思う人は1番に投票してください。2番だと思う人は、8番に投票、8番だと思う人は2に投票してください。3
3番だと思う、あ、7番、7だと思う人は3に投票してください。4だと思う人は4に投票してよろしくお願いします。では、投票を終了させていただきたいと思います。5秒前、4、3、2、1、Ready, go! はい。ということで、投票結果は、3が一番多いですね。3番は、あれです。3番は、7だと思うってことですね。では、正解を発表します。でも分かんないから3にしたよ。では、正解では、ででん !8、2です。ゆうこさん、2番でした。みんな残念。あ、でも2番2位だよ。すごいじゃん、みんな。ありがとう。ありがとうございます。あ、まこちゃんかな。まこちゃん、だるまさんとハートさんくれた？ちょっとこっちギフトが見れないんですよ。なんでか知らんけど。で、みんな間違えた。あららららら。ら。まあ、みんな。ね。なんだかなるさ。どう？難しかった？これは、かなり難しいね。あ、じゃあ次の問題です。ででで。と、私が、ばには鶏、え？庭には鶏がいるを言うので、噛むか噛まないか、どちらかな、どちらと思うか、投票をお願いします。あ、投票ダメか。じゃあコメントでお願いします。皆さん今のうちにコメントお願いします。ギフト見れないの、それならタワーとお城投げたってことにしようかな。ダメだよ。さすがにこっちで見えるから。なんとすべします。嘘はついてはいけません。あ、ちなみに、あの、1円ギフトだけしかなんか見れないんだよ。あの、ベーコンさん、噛む。ほうほうほう。噛むと思うか、噛まないと思うか。噛むでしょ！庭には庭、鶏がいるです。というやつ。庭にはまこちゃんが庭に隠れてる。難しいよ。噛むか噛まないか。つぶ先生、ごめんなさい。さあ、噛むと思うか、噛まないと思うか、どちらでしょうか、皆さん。ガブって。噛んじゃうの？みんな噛んでほしい。今日はアラの衣装。そうだよ。なんか噛まないって言ってくれるさ、心優しい友達がいないのかい？心優しい人はいないのかい？みんな私が噛むと思ってるでしょ。じゃあ、皆さん、やってみたいと思います！でででん。いきます。庭には鶏がいる。噛んでほしくない。ああ、気分の中。じゃあこれ、早口で言いますよ。せーの。庭には鶏がいる。庭には鶏がいる。庭には鶏がいる。噛んじゃった。うわー、大成功。3回、というか、あの、1回で、何回とは言ってないから、1回でき、あ、2回できたから、OK ということにしてあげる。やったー、止まらなかった、ラッキー、イエーイ。あ、待って、キャキャキャ、猫になった。え、だってさ、さっきのさ、なんか混乱したんだもん。ブーって、わーい、パチパチ。待って、じゃあ3回チャレンジね。3回、ニャ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 鳥がいるを言って、OK だったらってことにしましょう。はい、もう一回チャレンジ。なんか何回かも。っていうの決めてなかったからそうなっただけだし。じゃあ行きますよ。せーの。にゃにゃにゃに釣りがい。間違えた。噛んでないけど間違えた。にゃ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 釣りがいる。難しいな。にわ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 鳥がいる。にわ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 鳥がいる。にわ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 鳥がいる。はい。ということで、つぶぴょんは噛みました。
まあ私もかどうせ噛むって思ってたけどね噛んでしまいました。間違いもダメね。ピエンカナピー。にゃにゃえにわ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 鳥がいる。一度噛むと止まらないから、次アウトやっちゃったやっちゃったバイトーって。みんなごめんね間違えちゃったダダダダ次は待機くんあーってかむ、かみつむぴょん、かわいい。ありがとう。なんかボンドの締めれんくなっちゃったんだけど、どうしたん、ボンド。ボンド。あ、噛んでしまった。はい、ということで、失敗しました。じゃあ、次行ってみましょう。おー、ゆうちょ、みちょぴょんは言えるのだって、奥さん。うん、生ゴミ、生ゴミ、生卵が全然言えない見てみて、言ってみて、言ってみて。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。はい。おー。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。奥さんのおかげだよ、ほんと。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。じゃあ、間違えた。生麦、生米、生卵。生麦、生米、生卵。はい、では次の挑戦です。私は掛け算九九、1の段から9の段を何分くらいかな、平均を、さっき、1回測ってみて、そのベストタイムを超えることができるか挑戦してみたいと思います。レディーゴー。1、1が1、1、2が2、2、3、あー間違えた。1、1が1、1、2が2、1、3が3、1、4が4、1、5が5、1、6が6、1、6、1、7が7、1、8が8、1、9が9、2、1が2、2、2が4、2、3が6、2、4が8、2、5、2、6、2、2、7、2、4、2、8、2、6、2、9、18、3、1が3、3、2が6、3、3が9、3、4、12、3、5、15、6、6、18、3、7、21、3、8、24、3、9、27、シシが四、二が八、四三が六、シシ、え？シシが、ん？シシが四、四二が八、四三が六、シシ十六、四五二十、四六二十、四七二十八、四四八三十二、四九三十六、なんだっけ次、五一が五二十、五三十五、五四十二、あ、五四二十、五五二十五、五六三十五、七二。あ、五七三十五、五七三十五、五八四十、五九四十五、六一が六、六二十二、六三二十四、六四二十四、あ、六三十八だな。なんか言い方わからんくなったんだけど。二十四、六五が、あ、六は三十六、六三十六、六七四十二、六八四十、うん、六八十八、六五十四。七一が七、七二十四、七三二十四、七四二十八、七五、七五、三十五、七六が、なんだっけ七六、四十二、七七、四十九、七、あ、八一が八、八二が六、八三二十四、八四、八四、三十二、八五、四十、八六、四十八、八七、五十六、八八六十四、八九、七十二、9一が9、9二十二、9二、え ?9 二が10、ん ?9 二十八、3が、3が、27、9四、ん ?56? 5、え ?9 五、45、9六、やった、私、もう全然忘れたんだけど、9六、ん ?6、
54、9763、9872、9981。なんと、2分26秒うわーうわー、なんて私、こんなに私、服遅かったっけ。ということで、このつむぴょんは2分28秒、2分28.25秒を超えることができるのか。結構頑張ったんだけど、もう思い出せないわ。つぶせんざいつぶれんじゃトライイエローのトラキチ。クビになった元つぶれんじゃ隊員戻ってきました。おかえりなさい。よっ、ぴっちゃん。1分経過。やばいな。もう私めっちゃダメやん。じゃあ、行ってみたいと思います。11が1、12が2、2、3、1、3、3、1、4が4、1、5が5、1、6が6、1、7が8、1、7が7、1、8が8、いく、9、2、1が2、2、2が4、2、3が6、2、4が8、2、5、10、2、6、12、2、7、10、4、2、8、16、2、9、18、3、1が3、3、2が6、3が9、3、4、12、3、5、15、3、6、18、3、7、21、3、8、24、3、9、27、4、1が4、4、2が8、4、3が6、あ、4、3が12、4、4が16、4、5、20、4、7、20、え ?4、6、24、4、7、20、ん ?4、7、28、7、4、8、32、4、9、36、5、1が5、5、2、2、5、3、あ、5、2、5、2、10、5、3、15、5、4、25、5、2、15、5、6、3、13、5、5、あ、5、7、35、5、5、8、10、5、9、15、6、1が6、6、22、6、3、18、6、4、24、6、5、30、6、6、36、6、7、42、6、8、48、6、50、ん ?6、54、7、1が7、7、24、7、3、20、7、4、28、7、9、3、あ ?7、ん私どこまで行った ?7、5、35、7、6、7、え7、6、12、7、8、56、7、9、63、で、8、1が8、8、26、8、3、24、8、4、あー、8、4、32、8、5、4、10、8、6、4、18、8、7、56、8、8、64、8、9、72、9、1が9、9、2、18、3、10、9、3、27、9、4、36? 36? 9、9、5、4、5、6、54、9、7、63、9、8、72、9、9、81! お !8 秒タイムが縮んだやったーイエーイということで、正解は超えれましたやったーうん。ポンコツですが、雇ってください。もうね、チムレンジャーは解散したんだよ。ぺーちゃん、100×100 は ?100×100 は、これはわかります。だと思うんだけど、違うかな ?1 万じゃないだ。あったあれ、奥さん。100×100 は ?1 万でしょ ?1 万でしょうん。合ってたラッキーなんかね、曲わかるんだけど、もう言い方忘れちゃったよ。掛け算しっかり覚えなきゃ、今日のミッションは掛け算をすんなり言えるようになる。せーの、服頑張るとは偉い。パチパチ。あのな、言い方忘れちゃった。1、1が1だっけ ?1、2、2、1、2が2とかじゃないはずだったっけ、なんかカミカミになっちゃう。私、でも残念ながら、私、数学は得意分野なんで。
スラッと出てこ、あの、言ってるとスラッと出てこない。一回一回途切ればよかった。11が1、12が2、13が3で合ってる、うん、1の段は合ってる合ってる。じゃあ2は2、え、21が2、22が4で合ってる、うんうん、で31が3、32が6の言い方で合ってる、うん、で41が4、42が8でいい、うんうん、で、5が、51が5、5、20でいいでしょ、うんうん、61が6、6、22でしょ。あと2分。じゃあ今日のランキング発表と、はい、次が17時からセナエルね、うん、17時からセナエルちゃんです。次、1には何をかけた数字、何もかけてもかけた数字だよ。それはさすがにわかるのだが、九九は2年生で九の段まで全部習うの。そうだよ、もちろん。私多分、ね、覚えたの遅かった方だったはずでも私今はもう算数学と算数大好きだけん。じゃあ発表、ランキング発表、イエーイイエーイ。10位からいきたいと思います。10位、ベーコンさん、ありがとうございます。9位、アキピョン、イエーイ、ありがとうございます。8位、ジョさん、イエーイ、ありがとうございます。あ、これメモしといた方がいいんじゃない、奥さん。すぐそとっとく、昨日忘れちゃったからね。7位、ジャンケンさん、イエーイ、ありがとうございます。6位、レイピョン、イエーイ、ありがとうございます。4位、ビッツーさん、イエーイ、ありがとうございます。4位、アピーさん、イエーイ、ありがとうございます。3位、ラブさん、イエーイ、ありがとうございます。2位、オデッセイさん、イエーイ、ありがとうございます。1位、モコちゃん、イエーイ、ありがとうございます。マッチャーいりかせんか、俺もかけたように覚えるの苦労した。まあね、結構むずいもんね。マダオです。マダオ、マダオえ、知らんな、まるでダメなおっさんでマダオだよ。あ、そう、知らない。まあ、銀玉とか見てない人は調べてください。 9×3 はつむぴょん。そうだよ。あ、ちなみに 9+3 はつむぴょんであり、みとぴょんであるよ。なんで私？だって誕生日月が一緒でしょ。9と3で、あー、そういうことか。で、12-9は3で、そしたら奥さんと私は一緒。ということで今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。